サ三田市は観光施設の充実や地域ブランドの育成また新たな観光資源の掘り起こしなど積極的な PR や情報発信に取り組んでいますサンダ観光一押し情報この時間は市内をめぐって見つけた旬の話題や一押し情報イベントなどをお伝えいただいております 今日は、えー、ブランド創造家から光月さんをお越しくださってお話ししてくださいますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えっともうすぐ4月になりますけれども暖かい日も多くなり<っ>だいぶ春らしくなりました本当そうですね、はい、えっと春を告げる野菜といえばタラの芽タケノコはい蕗のとう菜の花<っ>うどん春キャベツなどが思いつきますねですね、はい えっと今日は三田の特産品でもあるウドについてご紹介したいと思います。はい。サンダウドについてはかなり長い歴史があるというふうに聞いておりますので、このウドの歴史についてちょっと簡単にご説明いただきますか。はい。えっ、ー、とサンダウドの歴史は古く、大正5年に大阪府の三島からウド株を持ち帰って地元の農家で試作をしたことが始まりとされています。えー、大正5年ですか。はい。はい。 でえー、と試作後は研究会や生産組合が結成され徐々に栽培面積を増やしてきました現在主に生産されているサンダウドの有馬3号は昭和30年頃から導入が始まり昭和45年頃にはサンダウドの主流となりました、えー、と関東のうどと比べるとほんのり赤みがかかっているのが特徴です そうなんですね。今お話しありました大正5年からと本当に長い歴史なんですが、はい、もう少しサンダウドについてご紹介いただけますか。はい。えっ、ー、とウドは野生に自生しているものもありますが、えー、普通に育った茎は食用にするには硬くて食べられません。そうなんですね。はい。うん、えっとそこでえっ、ー、と株を掘り上げて、光の入らないところに美し,あ移し、はいあ映し暗闇の中で育てます。はい。 そうすることで柔らかく育ち、茎が食べられるようになります。なるほど。はい、これを南下と言います。暗い中で育てるということなんですね。はい。で、えっ、ー、とサンダではこの南下をさせる際に、はい、独特の技術として藁、はい、小屋と発酵熱を使った南下技術が確立されました。藁小屋と発酵熱ですか。はい。はい、えっとこの藁小屋はサンダの冬の風物詩ともなっていましたが。 近年は良質の藁を確保するのが難しくなってきたこと発酵熱を利用した温度管理の難しさなどから残念ながら藁小屋はほとんど見られなくなりえと代わりに遮光素材を貼ったビニールハウス発酵熱の代わりに電熱を利用したなんかが行われるようになりました。変変化ししてきたたととといいうこここでですね、はい、でこのハウスを用いた方法ににわるが均等に成長し ままたた作業にかかるる労力力が随分と省力化できましたまあなるほどね今お話伺っていると三ダの冬の風物詩ということのこの伝統的な藁小屋なくなってしまったってね、えー、だいぶ減ってしまったというのは、まあ、残念な少し寂しい気もしますけども、はい、今最後にご紹介があったようにやっぱり作業にかかる労力、えー、これの省力化というのもやっぱり大切ですよね。ああそうですね でえっ、ー、と平成二十八年でサンダウドの栽培が始まってちょうど百年の節目を迎えええ、そうだったんですね。一、はい、世紀を経たサンダウドですが、先ほども述べたように今でも伝統的栽培法を用いた藁小屋によるうど作りをされている方は、ええ、サンダでは二軒のみと聞いています。そうなんですね。はい、でまたあの本庄小学校では、ええ、伝統的な藁小屋栽培を継承するために。 毎年地域のボランティアの指導員の方と共に生徒が藁小屋によるウドの栽培に挑戦をしており先輩から後輩へ栽培手順と根株がしっかりと引き継がれているそうです。そうなんですね一度ねお話をお伺いしたような気もするんですけど、えー、小学生の皆さんがこの文化の継承を担いってそうです、ね、ところでこのウトにはどんな特徴がありますか、はい えっと、うどは上品な香りとシャキッとした歯触りが特徴です。うど、はい、の成分は94%が水分で。すごいですね。はい。えっ、ー、と、血液を正常に保つ働きのあるカリウムが含まれています。血圧を正常に保つカリウム。はい、おすすめの食べ方、ぜひ教えてください。はい。えっ、ー、と、生のまま、またはさっと茹でて、和え物や酢の物、サラダにすると、香りと歯触りが楽しめます。 また、炊き込みご飯やかき揚げなどもおすすめです。ああ炊き込みご飯、どこかで一度いただいたことあるよう、あ,あるような気がしますけど、はい、今ね、お伺いしても本当おいしそうなんですが。ただ、うどの下処理、どのようにすればいいんでしょうね。はい、えっ、ー、と、うどの下処理は意外と簡単です。あそうですか、教えてください。はい、皮には産毛があり、えー、繊維が硬く、アク、はい、が強いので、えー、皮を厚くむくのがポイントです。 皮は厚く向かなきゃいけないんですか。はい、なるほど。で、またあの空気に触れると茶色くなるので水にさらします。はい、で、含めには和え物など白く仕上げる場合の料理は皮を剥き、えーはい、切ったらすぐに酢水につけると良いそうです。酢水につけるということですね。はい、選ぶ時のなんかこ参考になることないでしょうか。はい。えっ、ー、と選ぶときは太くて締まっているもの。 先までピンとしていて、はい、全体に産毛がしっかりとしているものがおすすめです。これが新鮮ということでしょうか。はい、わ、はい、かりました。で、保存はどのようにすればいいんですか。はい、えっ、ー、と保存するときは光に当てると硬くなるので、えー、新聞紙に包んで涼しいところに置くのが良いそうです。あ、そうなんですね。新聞紙に包んで涼しいところに置くのがいい。まあ、今いた教えていただいた方法でぜひあのウドの下処理もして。 しっかりといただいてみたいなと思いますが、はい、サンダウドどこで購入できますか。はい、えっ、ー、と、パスカルサンダー一番館などの直売所で販売されています。はい、で、また、あの、えっ、ー、と、ウドだけではなくて、アスパラ、えー、キャベツ、ほうれん草。 小松菜、青ネギ、生椎茸などこの時期ならではのお野菜もたくさん揃っていますので、えー、ぜひ直売所の方にお立ち寄りくださいはい、ありがとうございますこれから本当春野菜が次々と入ってきますサンダの特産品のうどぜひ皆さんも味わっていただきたいと思いますそして今度はちょっと別のお話ですがサンダの春を楽しみお楽しみいただくイベントといえばやはり桜ですねはい、えっ、ー、と桜で華やぐこの季節にぴったりのイベント 向こう側桜と明かりのプロムナードの紹介ですぜひお願いいたします、はい、三田市総合文化センター里の根ホールの向こう側沿いの桜の木にぼんぼりをつけ、はい、夜桜のライトアップを行います、はい、開催期間は4月1日月曜日から4月7日日曜日点灯時間は夕方6時から夜9時までです、はい、来週の月曜日から日曜日まで ということですね。そして日が灯るのが夕方の6時から夜の9時までということですね。はい、はいえ。えっとただあの桜の開花状況によっては期間が変更になる場合がございますので、えええええっとお越しになられる場合には事前にお問い合わせをいただきたいと思います。はい、じゃ後ほどお問い合わせ先などもねご紹介いただこうと思います。はい。 でえっとまたあの木々には三田市の千流教会による千流を書いた短冊も飾られていますのでご一緒にお楽しみください。これなんか毎年皆さんねすごい楽しみにされてるみたいで歩いていて一つ読んで歩いていてまた一つ読むという今回もあるんですね短冊が、ね、はいわかりました三田市千流教会のご協力ということですねはいわかりました。 であのまあ、このようなの三田の夜桜の見物に、うん、あのぜひお越しいただきたいと思うんですけれども、はい、花冷えの頃ですので,です、ね、暖かいいい服装でお越しいただければと思います、はい、こちらの桜あ向こう側桜と明かりのプロムナードのお問い合わせは、はい、平日朝9時から夕方5時に三田市観光協会事務局、はい、電話番号が「 ゼロ七九の五六一の二二四一までお問い合わせいただければと思います。もう一度お願いできますか？観光協会の事務局までお電話ということですが、はい、えっ、ー、と電話番号がゼロ七九の五六一二二四一です。 三田の夜桜が楽しめる向川桜と明かりのプロムナード今のところ来週の月曜日から日曜日の予定はされてますが、はい、変更になるかもしれませんのでお出かけの前に今ご紹介いただいた観光協会事務局までお問い合わせください。もうう度番番号号申しし上げましょう電話番号が 五六一二二四一平日の朝九時から夕方の五時までお問い合わせ受けていただけます。ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。そして春のサンダ満喫いただきたいと思います。え今日はサンダ市役所町のブランド創造家から小関さんお越しいただいてお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。サンダ観光一押し情報。 この時間は、市内をめぐって見つけた旬の観光に関する話題や、一押し情報、イベントなどお伝えいただきました。次は、4月25日の木曜日午後4時5分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。